警部は警察法第62条に規定される日本の警察官の階級の1、警視の下警部補の上、英語のポリスインスペクター及びキャプテンの役語にも当てられる。警部の階級上警察法第62条に規定され警察官の階級としては、警視総監、警視官、警視庁、警視制、警視に次ぐ第6位に位置する。定員は、 都道府県によって異なるが、概ね警察官全体の5から6%程度であり、警部補よりも下の階級の割合からは、割合は大幅に減る。実務上は、内部部局にある場合は本部係長、現業部局にある場合でも、直接に現場に携わることは、幹部交番に所長として配置されたり、重大な事件事故が起こるといった、非常時を除けば極めて少なく、 現場式を統括する立場となる職位である。それゆえに、警部補以下と比べるとはるかに割合も少なくなり、求められる役割も非常に多様化する。公実するように、この地位からは逮捕状の請求が可能になり、より人等式を統括する立場になる。刑事訴訟法第199条、第2項により、階級が警部以上で、国家公安委員会または、 都道府県公安委員会が指定するものが、司法警察員として逮捕状を請求することができる。この指定は、国家公務員である警察官にあっては、刑事訴訟法第189条第1項及び、第199条第2項の規定に基づく、司法警察員等の指定に関する規則第2条により、都道府県警察の警察官にあっては、 それぞれの都道府県公安委員会の規則により、それぞれなされている。性暴は、金色の一本ラインが入り、制服の両袖には、警部補と同じく金色、斜め一本線の袖章が入る。ノンキャリアの場合、警部補としての実務経験が4年以上あれば、警部への承認試験の受験資格が得られる。警部補までの承認試験では、学歴による採用区分によって、 受験資格を得るための実務経験年数に違いがあるが、警部への承認試験に学歴の差はない。最速の場合は30歳代で承認することができるが、そういった例はごく少数に止まる。キャリアは採用直後の4ヶ月の研修と12ヶ月に及ぶ交番等の実務経験の後、再び警察大学校で1ヶ月研修を受け、採用2年目で一斉承認する。 したがって、最年少の場合は23歳である。承認試験はない。準キャリアは警部補として3年ほど勤務した後に警部へと承認する。準キャリアも20代での警部承認が可能である。警部に承認した都道府県の警察官は警察大学校の警部任用課で4ヶ月の教養を受けるものとされている。ありがとうございます。